はい、今回ですけれどもジェダイルーク、ぜひとも復活してほしいので、まあ、ちょっとね動画化しております。復活でもどうかみたいな、まあ、そういうね、動画の企画となっております。で、12月の20日ですね、2019年12月の20日に、おそらく最新作の、スターウォーズのね、映画が始まるんですけれども、まあ、それに伴ってですね、まあ、ジェダイルークの復活が、まあ、期待されているんですけれども、まあ、ただ待つわけではなくてですね、まあ、皆さんからアクションを起こしてですね、運営さんに復活を促してもらおうという、企画となっております。まあ、雪エレの時にもね、ちょっとやったんですけれども、方法についてはですね、まあ、ここのヘルプのところ行くとですね、はい。行きます。問い合わせ押します。で、一番下の問い合わせの、で、またさらに下にね、問い合わせのリンクがありまして、ここでね、やることができます。利用国は日本。お問い合わせの内容がご意見、ご要望。で、アドレスは自分の打ってください。で、ここにね、12月、ジェダイルーク、復活、お願いしますって。いつもありがとうございますって。こんな感じで打って、まあ、送信するだけでも、まあ、運営さんには、ご意見とか、まあ、ご要望が届くので、まあ、それでね、まあ、皆さんがやることによって、復活する可能性は少しでも上がるんじゃないかなと思いますので、まあ、これで、皆さん、ご意見、ご要望を出してみてください。ちなみにちょっとね、これ、もう自分送っちゃってたんで、送れないんですけれども、そう、動画撮ってる時にね、ちょっと邪魔が入っちゃったんで、そう、もうすでに送っちゃって、となってしまったんで、まあ、ちょっと今回は送れないんですけども、一応自分ももうすでに送ってありますので、皆さんもぜひ、送ってみてください。で、運営さんからの、ね、返信なんですけども、だいたい営業日の1日2日ぐらいで、まあ、帰ってくるので、はい、待ってみましょう。ということで、まあ、今回はね、ジェダイルークをちょっと使っていきたいと思います。で、まあ、ジェダイルークはね、結構初心者の方でも簡単に使えるというところで、強くて簡単で面白くて曲もかっこよくてというね、完璧なツムなんですけれども、はい、まあ、スキルマーであればね、本当に誰でもまんまいくんじゃないかぐらいの勢いで稼げるので、はい、本当に復活したら絶対弾いてください。で、ジャイロなんですけど、本当にずっと傾けていくだけでいいので、はい。それで、まんまい、出ちゃいます。はい。ただね、なんかね、つむつむの仕様が変わったのかわからないんですけれども、なんかね、短小鏡とかね、スカギリみたいな、なんかね、たまに9小鏡とか、7小鏡とか謎の小鏡数があるんですけれども、それがね、まあ自分にとってはすごく弱体化みたいな感じに捉えてしまって、すごくやりづらくなってコインが稼げなくなってしまったんですけれども、まあ、最近ね、それの対策が自分の中でできるようになったので、はい、まあ最近また好きになってですね、はい、万枚も割と超えるようになったので、まあ最近使ってるんですけど、まあ、とりあえず今回プレイをしてですね、まあ万枚軽く超えていきたいなと、思いますと言って超えないパティン工程かもしれませんが、本当にね、スキルループするとね、えぐいぐらい強いんで、私本当にライブの時ずっと使ってたんで、コイン稼ぎで本当にもうね、ずっと傾けといてスキルループして、あとはスキルゲージ貯めるだけなので本当に簡単なんですよ。で、復活した際はですね、ちゃんと手元動画撮ってですね、はい、皆さんに使えるように、使い方講座上げていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。やばいね、スキルループしないね。スキルループしないね。さあ。
よし、残り45秒で2500枚なら OKOKOK。 これならね、万枚ペースですね。そう、とりあえずね、今のところ消去のミスはない。いいね、スキルループ。ずっとスキルループするとね、マジで強いんで、スコアも出せるので本当に強いですよね。上手い人だと13回切りとかって奥も出せてしまうんでね、まあ、自分は無理なんですけどね。俺の13回切りすごいですよ。何回切ってるか分かんないですね。自分で何回切ってるか分かんないです。これも余裕の万枚超えですね。じゃあスキルループが結構してくれて、よし、いいね。1万5000ぐらいいくんじゃない。めっちゃスキルループしてくれてる、ありがてー。はい、いやー、マジか。いいね、これ1万5000ぐらいいきそうですね。あー、初めてミスった。まあ、ああいう感じでたまにね、急消去みたいな、うわ、これが出てしまうと本当にね、スキルループもしなくなって消去数超減ってしまうんで、やばい、超失速してる。しょ、万枚は超えるでしょう、さすがに。言うてね。ういー、スキルループ。お、早くも万枚見えてる。早いぞ。おお、まんまいった。早くも17秒でまんまいきました。強すぎね。時代ループって消去数が多いので、差別向き性もかなり使えるので本当におすすめです。自分これでツムめちゃめちゃ育ったんで、本当に。さあ、どうだ。強すぎか。残り15秒で12000。いやー、ミスった。しゃあ、1万5000いきたいけどちょっと厳しいか。あ、でもフィーバーいけるんで、これはいけそうっすね。1万4000。よっしゃ、フィーバー。しゃあ、1万5000コインいきました。いやー、最後の最後でミスってしまった。やばい、1万5000が1万5000が、もうなんなら1万6000いったと思うんだけどな。あんな感じたまにね、ミスるんですけど。ああ、ギリ1万5000だったという感じで。いや、やっぱ強いっすね。こんだけ出てしまうんすよ、ジェダイは。はい、という感じで、スコアもコインも差別無育成もかなり優秀なツムなので、皆さん復活したらゲットしてください。そして安定の 1.1 倍です。はい、ということで今回はね、ジェダイループの復活デモ動画と
というところになっております。ぜひねチャンネル登録高評価コメントの方をお待ちしております。それではね、次の動画でお会いしましょう。手のひらに降り注ぐ